año. なんで？クリエクリエク。皆さんこんにちは、キンです。今日はモンスターハンターストーリーズ2をやります。ここでエオスと生まれる。へえ。メマだ。誰だろうね。おお、誰かな。お、ヨンクック。え、かわいい。人が欲しかったやつじゃない。そうだ、今度は古代巣の調査を頼まれてて、一人で行けって言われてるんだった。ん、ほら、ニャンニャンが小さい。怪しいメラルと話す。お兄さん、ここは特別なお店、メラル紹介ニャンよ。このお店に出会えるなんてお客様はラッキーニャンよ。え、今なら厩舎を大きくするすごいアイテムを持ってるにゃよ。欲しければ瓶の王冠と交換するにゃよ。南カムナミ先にある古代巣に隠されているらしいにゃよ。ずっと進んだ先にあるらしいにゃよ。にゃふふ。らしいらしいってインチキ臭いけど、宝探しみたいで面白そうだし、ケイナに聞いて行ってみようぜ。完了。はい、わかりました。じゃあ、ケイナと話してください。はーい。ケイナさん、僕ね、ヤングク生まれたんだ。すごいでしょ、パチパチ。嬉しいね。島の南側？その巣なら、今から調査に行こうと思ってたところよ。お、一緒に行くんじゃない？ナイスタイミングじゃないか。そこにある古代巣に用事があるんだ。南カムナ岬の古代巣？あそこは曰くつきよ。ちょっと問題がある。曰くつき？ちょっと問題があるって。曰くつき。その巣の奥地でね、昔あることが起こったの。あること？大型モンスターが出たと騒ぎがあってね、村のライダーたちと調査に行ったの。そこにはかすかな明かりに照らされた白いヒゲが特徴的で、青く透き通る目を光らせたモンスターが。白いヒゲ？青い目。誰だろう。日に焼けた大きな体を振り回して踊り狂っていたのよ。日に焼けた体が。顔。踊り狂ってただって。ヒゲ、青い目、日に焼けた体。見た目はガラ様そっくりだけどな。そう、ガラ様だったのよ。まさかガラ様をモンスターと間違えたのかよ。ガラ様をモンスターと間違えるなんて、なんという失態。ガラ様は笑っていたけれど、完璧に武装していったライダーはみんな真っ青よ。何の話だったんだよ。本当に怖いモンスターが出ないといいんだけどな。絶対出るんだよ。あんたが怖い守りデースだよ。あれが古代巣だよ。ここが古代巣か。メラルーが言ってた瓶の王冠を探そうぜ。あ、薬草とかも取っていってくださいね、なるべく。うーん、全然取ってないよ。なんか不思議な色の宝箱だね。クルルアロー。へー、武器？クルリアクだ。なんでクルリアクだ。クルリアク戦いたいの？まっすぐ。お、もうすぐだ。え、なに？
あの大きな体はガラ様じゃなくてドスファンゴだ。あいつにはどっかに行ってもらわないと。ピンの王冠どころじゃないぜライダーさん。じゃあこの人と戦わなきゃいけないんだな。ドスファンゴと戦わなきゃ。うわ、普通のファンゴじゃないねこれ。でかいぞ。危険な匂いがするぜ。こっちも怒ってるね。うん、なんかちょっと危険なんだって。おお。ギャー。何？ヒゲがピリピリからビリビリになった。絶対何かあるって。何もないじゃない。ドスファンゴが弱ってる。集中してあと一息。なんかナビルーがね、何かあるって言ってる。なんだろう。あと一息。かい。ね、え、危険。はぁ、何すごい。いい、あんなのりだ。やばい。だから、カモ当たるって。なになに、なんとかしないと。すごい怒ってるんだけど、あんじゃない。めっちゃ怒ってるね。やばい。うわあ。とてもじゃないけどかなわないな。こうなったら、やっ、閃光玉。目つぶし状態になった。さあこの隙に逃げるわよ。なんとか逃げていったわ。もう大丈夫。安心して。なんだったんだよあれ。確かに。あれはアンジャナフ。とても危険なモンスターよ。普段は人がいる場所になんて出てこないの。これも異変と関係があるかもしれない。村のみんなにも急いで知らせないと。お、これがピンの王冠か。瓶か、瓶の王冠か。せっかくだから卵も取って帰ろうぜ。普通の匂いで軽い卵。よいしょ、よいしょ。これ、大変だよね、カエル。お、素朴な蛾重の卵を手に入れた。で、誰だろう。誰だろう。めっちゃ、わ、かわいい。ドスファンゴ。これはれっきとした瓶の王冠だにゃよ。これよりメダル紹介を回転するにゃよ。瓶の王冠を集めるとギルドマスターがご褒美をくれるにゃよ。だって、お、ライダーたちだ。北カムナの調査から帰ってきたのかしら。なんだか妙な雰囲気ね。何かあったのかもしれない。ちょっと、一体どうしたの。兄ちゃんたちどうしたんだよ。すっごく苦しそうだな。モンスターが暴れてたって。モンスターに毒液をかけられちまってな。俺たちは南の方でアンジャナフに遭遇したんだ。アンジャナフだって。急いでガラ様に知らせなければ。でもその前に村の安全が大事。私はこの子とその森へ向かうわ。ライダーさん、準備ができたら早速村を出発しようぜ。プケプケか。毒って言ったらプケプケっぽいよね。
誰か言った。ヤンクック。ヤンクックだ。ヤンクック。なぁ。おー、匂うぞ。こっちこっち。あ、そっくりだね。こいつはプケプケ毒幼鳥って言われてるやつだぜ。とても狡猾なモンスターよ。毒に気をつけて。うれこれで毒毒が作れてないからね。どうなるんだろう。いいぞ。パクパクタイム？何？なんか顎膨らんでるぞ。パクタイム？いやー！よかった。え？やばい。みんな毒状態。おお、足すごい。ナイス。おお。ね、手ごわいモンスターだったけどなんとかなったな。卵を取ったら急いでガラ様のところに帰ろう。卵、いやこれプケプケ生まれるのもしかして。やだやだよマジで。もうおふんふん、普通の匂いで軽い卵だ。もう卵がなくなっちゃったぞ。今日はモンスターハンターストーリー2をやりました。バイバイ、またねー。だけど今からちっちゃいよ。